さあとということで始まりました「ピーチキャッスルの狩り」のお時間ですはいありがとうございますさあということでこのラジオ番組は毎週水曜日の夜7時から1時間8時までお送りする番組です、はい、お相手はピーチキャッスル毎週のショートピーチキャッスルのお題の狩りに対して非常になんか嫌悪感を抱いている東原でーすはいよろしくお願いします何その狩り狩りあんま気に入ってないわけいやなんかい、うん、なんか ろそろなんか名前決めた方がいいかな決めた方がいいかな別にそのままでもいいけどちゃんとした名前って決めた方がいいのかなと思ったりしてでも俺なんかしらんけどちょっとずつこのカりっていうのがなんかちょっと定着してるような感じがするんだけどえそうでもないんかよ定着定着っていうかなんていうの耳障りがなんか良くなってきたやつ最初はちょっと違和感があったけどピーチキャスのカりって歯切れがいいような感じがしてきてマジでそそそそううううまあ多分 なんかお,<ー>お題をお題っていうかこのラジオの<う>まあ名前決めた方がいいと思うけどうなんかちょっとその仮の期間が長すぎてあな,なるほどなそうそうそうまたなんかちょっと次別の名前に変えたらそこでまた少し違和感が出るのかなと思ってたけどあまあ確かになうん、うん、だからなんかこの今瀬戸際なんだろうな俺が感じてるってことは。は そのままでいくかそのままでいかないのかみたいなちょっとしたこのモヤモヤ感ああなるほどねお前急にそういうモヤモヤ感が出る時があるからなあるなこれでいいのかとかものすごい用心深いなのか何なのか分からんけどいやいやいや石橋を叩いて渡るみたいなはい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 ありますねあの最近あっち行ったんですよ美浜のチュラ湯っていうところにおおお すごいなやっぱ一人でうん一人でないけど家族でああはいはいもうよおう中国の方の押し寄せがすごいああはあはあはあ俺まさかねチュラユにはいないんじゃないかなと思ってたけどおうもう魔の手ではないけどもう押し寄せてきてましたよプールだいたい50名ぐらいいたわけよ<う>あの家族連れとかおうもう半分は中国の方でしたねマジで言ってる俺ビビったのに本当に 中国人って足湯好きば足っていうかああの屋外にあ<の>あの温水プールと普通のプールとかもあるわけよ<う>でそこでまあ俺子供のなんかこう高い高いとかしながらぶん <laughs> <う>投げたりとかして遊んですわけよぶん投げたりして遊んでのそ,そうそうなんていうの,このなんていうの「はいジャンプみたいな感じなああはいはいはい、はい、なんかまあまあちょっと軽くよくあるねそしたら気が付いたら俺あの中国人の子供4名ぐらいに囲まれてて<う>あこのお兄ちゃんは 高い高いと、なんていうこのジャンプをやってくれるお兄さんだ、の眼差しがすごくて。ああ。いや、さすがに、一応他の子どもね、なんていうの、高い高いできないでしょ。ちまして、日本人だったら、なんていうの、言葉が通じるかそういう対応ができるけど、もうゴリゴリの中国人だから、タンティーナー、タンティーナー、タネーってずっと喋ってて。やばいやばいやばい。俺やばい、これ囲まれてるやばいってなって。どうなったのそう、そして、なんていうの、普通、 この親たちが子の子を遊ばせればいいやし愛してればいいしもう弟はなんかこのプールサイドのベンチに座ってめっちゃなんか日向ぼっことかああ休んでるわけそそうう色ンチャーのカクテルとか飲んでるわ富裕層がそうそうそうそれにちょっとイラッとしたっていうであと中国人風習なのか分からんけど子供がちょっとなんか暴れたりとかしててそんななんか何ていうの注意はしてるんだけど なんか人がいる前でめっちゃ怒らんば誰よ<を>子供のこと中国人そうそうそう嘘でしょう。本当でちょっと離れたところになんかカクテルプールっていうのがあってちょっとだけ離れるところ。<laughs> で俺そこでさっきから独特の名前ばっかりやってカクテルプールってがあって「えお前シンガポールの話してる」「違う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 」「沖縄の話じゃないだろ沖縄の話沖縄の話三浜のチュラエの話なんだけどでそこでまあ俺たちチャプチャプ遊んでたわけちょっとちっちゃめのプールででそこにこの家族連れの中国の方が来てからまあ入って じゃな子かもがめっちゃ泣きじゃくってたおい嫌だ怖い水怖いなのか人かそうそうそうダダをこねてるような感じで別に普通に間してたけど俺らがそのカクテルプールから出た瞬間に音がうっすまさ怒ってるわてえっもうちょっと引いてしまってそんな怒るっていうどれぐらいよおいみたいな何ないてるかお前は死にこんなとこで泣くんじゃねえポケーぐらい本当トに俺 お帰りなんかあれはなんで引く引く,引くさっきそんなに怒ってなかったのに引く引く急に俺らがいなくなった途端にああ何かあるのかなそうそうだからそれがちょっと俺怖くて <laughs> そういうなんか<え>中国とかそういう韓国の人たちはそういう風習なのかなと思って人前ではそんなガミガミ怒らんでいなくなった途端にあんなわだから俺表変したかなと思ったわけえそんなことして一応子供って泣き止むわけがない、ね、表変したかなっていうかまあ表変はしてるんだけど そんぐらい俺、ちょっとびっくりしたの、本当に。あれえなんか、えこれ何ホラーみたいな。<laughs> 怖っめっちゃ怖かったわけよ。だから何なのかなと思って。はぁさすがに、家族で遊びに来てるのに、そんな怒らなくてもいいのになと思ったけど、なんなのかなその、だから風習なのか、そういう人柄なのか、なんか沖縄人は結構、なんか時間にルーズでのんびりしてるっていう人柄かのか。は だから中国とかそういう韓国の人たちは人前では怒らないでいなくなってるあ<ー>てありそうだけどなもうちょっとびっくりしたやつ最近これがそういうのありそうだけどなまあな <coughs> ありそう怖いなと思って怖っ <coughs> うんびっくりしたいやもう本当にねおまあ不思議だけどや、うん何が中国人とか台湾人とか <laughs> 不思議っていうのいや この前だから爆買いっていうやつも,も、まあ、あったなもうちょっと古くなってきてるけどさお前なんかまあまあ毎日見るでしょ見る見る今日<る>もうなんかああってんなと思って見たらなんか珍しいもん買って,てたあ,あの勢いって止まらんばいやもう止まらないじゃんこの前だからめっちゃ爆買いしてんなと思って何買ってんだろうと思って見たの、うん、もうばんそうこだけ多分もう400ケース。<laughs> 一個、一個400ケースぐらい多分あるんじゃないかなと。<laughs> あの、もう、なんて言うの <laughs> ゴリゴリに担いでるような感じ。いや、あの、ドラッグストアってアンスカでかい袋あるんだなって思うぐらいの。<laughs> いや、そのために作っただろうっていうぐらい。<laughs> ああ、その海外の人用に袋をまた新しく作ったんじゃないかない,いや、マジで本当に、畳一畳の半分ぐらいのでかさの袋半畳 <laughs> ぐらいの。 いやなんか同じのバッグ入ってるやつさーと思って何かな思ったらばんそだったから何なんばんそうそんなないのいやーもうお前もう <laughs> い,やいや怪我多いなと思って <laughs> ああ,あ,あ逆になそんなに怪我することあるのかなと思うぐらいもう怪我しに行かんと消費できんわね <laughs> だってそんなパンパン袋にいっぱいが絆創膏って本当に年に23枚使うか使わないかぐらいやしうん 手ちょっとだけ切ったとしても使わないとか<う>、そのまま乾燥させるとかやし、そんなに、まずあれ、買って、持っていければ、いや、郵送で送らんに、じゃあ、なんかこの数量とか決められてないのかよと思って、決められてないやん、ないのかな、ああいうものって、だとしたら、もうあっちでも売ることは可能なんでしょう、そういう目的の人がいればだけど。 ああとあの免税ってよく見るさあのー、あのー、ギノアのドン・キホーテとか免税商品とかがあるけど袋開けたら税金かかるらしいぜどういうことどういうことあのー、買い物を袋詰めるでしょ商品<う>で免税っていうテープを貼るらしい<う>この商品は税金かかってませんよっていう<う>だけど誤解してこの袋のこの封をパッと開けるこの,この開けた時点で空港で税金かかるわよ やばだから開けちゃダメだよこれ知らない外国人結構多いらしくて<う>だから買った商品をその袋から開けてちょっと汗拭きシート使いたいなとかでパッてまたこれパッて開けたら空港行ったらあこれ開けて使ってるからこれは税金かかりますって言われて全部税金かかっちまうわけ税金が免除されなくなるいやなんで貼り直せべしべしってあとそれがバレるらしいわよ、うん、はなんか分かるらしいよすごっマジなそう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  だからテープの,この隙間からちょっと入れとか,<ー>かこのテープをもう動かしちゃだめらしくてそんなも分からなくて空港で、やいやいやいや文句とこの日本人とこの外国人が掛け合いしてる光景を何回か見たことあっ大,大変よ絶対あんな外国の方を何回も何回も対応して。<laughs> おじいのラジオかいや違いますよ。なんでなんでいや、最近思ったことをよ。中国人の話はて。いや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 。さあ、ということで、えーうん、あ、ちょっと待ってくださいね。中国人はメンツを気にするので、人前では怒らないことがあるみたいです。あっ。あるんだ、えー、すごい。まあ、ほら、やっぱね。すごいな。そういう感じなんだ。うわー。 いやでももうダメよそ,そういう怒り方しちゃダメよあれはえプールサイドのみんな見てたのにその人前で <laughs> 怒らないようにしててもあのもう罵声のこの声量っていうか声の大きさ聞こえるよそれみんなにいや怖っ怖かったのめっちゃでも見られてなければ OK っていうことなんじゃないだからそうだから人がいなくなったらってことじゃないかな ということでツイッターからメッセージも来てますねツイッターネームヒーローちゃんハートマークさんですねありがとうございますキャーヤホーということでヤホーショーって同じ方からあれショーショー下の名前漢字で打つ人俺マジで初めてのくらいの勢いで見たんですけど初めてぐらいの勢いで初めて見ましたけどショーって。 <laughs> おかしい <laughs> 初めての勢いって言葉やこと <laughs> はちょっとね、えー、そしてツイッターネーム飛鳥さんですねありがとうございます佐賀では今雨がめっちゃ降ってますあ<ー>降りすぎて授業1個なくなりましたああ今,今も九州めちゃめちゃ大土砂降りらしいですよねやばいな氾濫して川とかもえっそう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 のうそ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 ううう あの田んぼとかの水がもうめっちゃ<う>なんていうの溢れて<う>家がポツンと浮かんでる状態とかえー、おに鬼鬼鬼鬼怖い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 今日朝のニュースでやってたけどマジかいめっちゃ土砂崩れとか<う>で、ね、結構行方不明者とかちょっと死者とかもちょっと出てるぐらいもうめっちゃ雨降って授業1個なくなりましたっていやいやいいっすよ多分もう本当に。に一応大丈夫なの いや降ってる時ってだから現在進行形ですっては、まあ、大丈夫ラジオっていうかツイキャスで見てるのかな、ね、まだちょっと大丈夫なところなのかなはいはいはい、うん、でもこの飛鳥さんはこれツイキャスで見てくれてますけどさ佐賀で、うん、我々は何で知ったのかな劇場それともこの FM 着のワンのラジオですかあリスナーさんってことね、はい、はいはいはい降りすぎて佐賀駅雨漏りしてるらしいです雨漏りとかある 駅が雨漏りってすごいな。はあ。雨漏りってもう、なかなか聞かないけどな。何どんな雨なのいやもう、めっちゃ集中豪雨らしいよ。はあザーザーではもう表しきれんな、これ。ほ五580ミリぐらいですかね。何これ、だから、少なければ少ないほどやばいんだろう。 多い方ヘクトパスカル的にあーヘクトパスカルってこと、うん、ヘクトパスカルはそう小さいければ小さいほどやばいけどだから2ヘクトパスカルとかやばい <laughs> いやいやもうやばい <laughs> 過去最低のヘクトパスカルってどれぐらいなのか知りたいやつさん大体いつも沖縄とかで聞くのはなんか945ヘクトパスカルとかなのかな、まあ、それはどれぐらいの時だか大体わかるばお前の中で感覚的に945ヘクトパスカルの時は、うん あのー、あれぐらいじゃない、はい、あの、台風の時女村に営業行った時ぐらいお前のめちゃめちゃでかい車で行ったけど、ハンドルを鬼のように取られて。あれで取られたらもう終わりやそして、あの、前から工事の看板がガラン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 って飛んでた。あれで。<laughs> ああ、ほら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 。何ですか ?53 万人に避難指示で、<は>福岡で一人行方不明で、ほらほら、543.5ミリ。 これ1時間の雨量ですよね。そうそうそう。途中までって。だから1時間で、ああ、6時から1時までですか。だから54センチってことたまるような感じ。50センチぐらい溜まるよーってぐらいの雨が。違うだ、マジで言ってる。うん、じゃあめっちゃやばいよ、今これ。え合計ですかねない。合計ですかね。何何何 1>, はい、<え> 1>, 1時間に82ミリあでそのじゃあ九州地方を全部この合計して543ミリってことですかねはいはいあ。いやだからもうめっちゃ降ってるってば異常って言ってたのに異常だっけ異常って怖いんだけど何 ある沖縄でそんななことい沖縄全部海に逃げるからな怖いやんマジで怖いよ本当にでも台風の時の営業に行く時も怖かったけどお前の車もそしてツイッターにもひーちゃんさんからありがとうございますだってまさか見れると思わなかったからハート心の声が出てしまったなるほどねありがとうございます東原さんをね見れるとは思ってなかったということでございますはい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 まあまあ 好きなだけ見ていただいてありがとうございますそうですね <laughs> はいそしてツイッターでも飛鳥さんですね東原さんを前劇場で見ました<お>前城さんがインフルエンザの時に新喜劇でピンチヒッターとして出てた時に見ましたああなるほどねああはいはいはいああ去年のお盆ぐらいだったと思います3日連続ぐらいか月行いったら昨日も来てましたよね的なことを東原さんに言われましたあおじゃあお前会ったことあるんじゃん,んえーってことそうじゃないですかなああれこれいいねこの音楽 なんだっけこれこれにしようぜああいいねうんああいなあ家に何かの CM の曲だっけこれうん知らんいやうそいやだから言っとくけどね、まあ、前城さんが新喜劇をインフルエンザで休んで、うんはい、急遽前城さんが回しの役だったんですよ新喜劇が作った役ででこれは誰にも替えがきかないみんなおのおのの役職があるからということで他の人 突っ込みを引っ張ってくるかいや無理だと、うん、で当日にはお前が報告したんだよな事務所に当日か前日か,日かでもああ無理だじゃあどうする休むか休めない,い、うん、どうするじゃあ誰か代打でえトーバルいけるかみたいな話だっていや無理ですよ <laughs> 俺はみたいな突っ込みでもないしまあでも一番見てるでしょいやもう見てますけど とということで俺が急遽三3時間ぐらいであれ台本を覚えたんですからね。すごいすごかったと思います。す素晴らしい、まあ。いろんな周りのフォローもありましたけど、ツッコミっていうかもうボケでしたね、僕は。あ、そうなのいや、ボケボケツッコミみたいな。<laughs> でも周りの人たちも結構フォローしながらでしょ。いや、だからもうタイミングを見計このタイミングか。うん。うん。1> だから1秒ぐらいの、俺だな、絶対。<laughs> いや、おかしいでしょ <laughs> いや、遅い遅い。<laughs> あ、うけるもうほら。 い,い,ですねいやいや、それはそうでしょう。はい、ツイッターでマスカさん、めっちゃおどおどしてましたよね、いろんな方から突っ込まれてましたって。もうしょうがないですよ、それは本当に。そ,それぐらいなんですから、ただ、普通にね、このツイキャスっていうか、このラジオを聞きながら、ゆっくりできる安全は確保されてるってことですよね、一応じゃんそうですよね、分ねだね、大体外でちょっとああ強く雨が降ってんだぐるん。今じゃなその雨を沖縄で今、じゃあ、この AOM、ギノアで降ったらどうなるのかな。どううなんだろう まず多分あのろ六肩のあのー、なんていうの側攻からは水が鬼のように溢れてると思いますマジでダババ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 バってマンホールも下手したら奥へんにそれはないだろドボンって浮くパターンもありそうだけどなマジで言ってるだって家がもう浮かんでたのにポツンって畑の真ん中にポツンあれってだから県外のお家とかってさよく見る光景だけどさうんうん <laughs> あれな基礎とか土台とか売ってないのかよ一応家が水で浮いて運ぶすごいよジブリの世界でしか見たことないよそんな水で流れるって<ー>沖縄はもうねコンクリートコンクリートですからあ<れ>びっくりするか浮かん絶対浮かん浮かん新環状やさ沖縄のこのアパートとか一軒家とかはマジなうん鉄筋屋がかわいそうなぐらいえ めっちゃ鉄筋はこ運んでから<う>こんなに使うわと思うぐらい柱とかもめっちゃきっちり鉄筋組んでるぜ本当にビビるぜお前 <laughs> 建築関係の話になったんで <laughs> ジ詳しいよ <laughs> まあ一、まあまあ、回ちょっとねの建築関係の、えー、仕事もやってたから<ー>俺水道屋さんをやってたからもう一から最後まで全部見るわけ<ー>このトイレの下水道を流すのからか土の状態からこのなんていうのマンホール作ったりとかからあとはもう トイレの便器の設置までなるほどを全部水道屋さんから怖っなんかいろんな職業の人と会るけど、えー、そしてツイッターねマスカさん、はい、多分大変なことになりますよ <laughs> 氾濫しそうな川がたくさんあります出足は怖い出怖い私の家の周りは多分、うん、えー、洪水起こさないので大丈夫だっあっはいはいはいよかった、うん ここれ以上いこ…やばいいととになるんんだはずやまあでも沖縄は家が浮かないから大丈夫でしょうん、じゃん大丈夫大丈夫 <laughs> でも水がびょうびょう入ってくると思いますお前なんか今住んでるお家って窓とかそんな壊れたりしてないしてないなんか,か,<し>か鍵が一か所ちょっと閉まらないとかあそれはまだないと思もうからなで俺なんかアパートが一個このベランダに行く窓があるでしょ<う> 1> で一個真ん中のは閉まるけど<う>ここのこっちの鍵がないわよ だから台風とか来たらもう隙間からびっちゃんびっちゃん雨が入ってくるいやえー、鬼、もう台風来るたんびに、古新聞をずっと敷き詰めてるから、もう嫌だ、なんで大家さん、書き直してくれないのかな <laughs> もう毎年毎年思いながら、もう2年経ってますよ。 鍵のい功。はい。そしてツイッターネーム、アスカさんですね。画像もしくは動画で見せたいぐらいです。ああ、はい。これ、貼り付けとかはできないのかな無理なのかな<ー>コメント欄に。ツイキャスはどうなんですかねメールで送ってくれてもいいですよ。ああ、そうですね。そしたら貼り付けできるんじゃないもしかして。無理かなね。 挑戦だけしてもらってあいいですねじゃ、えー、ちょっと今からメールアドレス言いますのではいごめんなさいよろしくお願いしますメールアドレスが797アットマーク FMGINOWAN.com です797アットマーク全部小文字で FMGINOWAN.com となっております、はい、そして、えー、番組後半の、えー、何したっけトークトークですね 全力トークそう全力トーク番組後半の全力トーク今週の大題はおもちゃということで皆さん昔いろいろなおもちゃを持ってたと思いますおもちゃに関することを全力でトークしていきたいと思いますのでツイキャスリスナーの方はぜひぜひ参加してくださいお願いしますおもちゃにまつわるお話だったら何でもいいですよなんでもいいです思ってることとかいろいろあると思いますそれでは何か一曲流しますかはい。お願いしますね いろいろありますけれども、はい、うんまあねメールでちょっともし見れたらちょっと,ちょっといいねっいど,どういう状況かね家の周りこれリアルなね、ニュースでは見れない画像いは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 い。さあそれでは聞いてください、はい、ダパンプでパープル・ザ・オリオンどんなに遠く 離れてても星に託した俺の想い見上げるどうしようもないほどのこの愛 <laughs>、oh, yeah I love おぼけ願いをゆっくり染まる たパンプ久々に聞いたらいいんだよなあいいなあいい時間帯の夕日になってきたあめっちゃ綺麗に見えてるんじゃないですか今やばいっすよねえっ これってなかなか見れないですよね。えなに？じゃ夕日は夕日がなに？あ夕日がなに？夕日がなに？微妙だ。夕日がなに？ちょっと今日は雲がない。そうっすね。なんだっけ？なんだっけ？あのだから夕日が沈む時に雲がないのがめっちゃレアだっけ？だから今ちょっと雲がレージ。もうちょい。え何それ？もうちょい。なんかそんななんかなんかあったんかな思ってもうちょい。 リスナーを見てるのに何か何か何かみたいな何が何があったのかな<や>でも一応綺麗綺麗じゃん。三セット。<え>じゃミスってあげればいいしお前。あ、そうですいいですね。いいですねリスナー三人。<laughs> いいな<の>。これですか？<laughs> 夕日ー。見えてる？ いや見えてもうちょい下もうちょい下ょ夕日ーじゃあこうしてるこうこうあそうそうああ木がもうかかってるあの,あのもっともっとこっちからいかんとお前ああ木が邪魔 <laughs> あああのデージキー邪魔ゃなランクかやあの木はあの木はもうデージあれ隠すためのあれ隠すために履いてるようなもんだよやあの木<ー>誰かタッキーってとこやあれ <laughs> アロキ。トーなルきち<え>んなかやつさ。<laughs> 上からとか無理は上から。無理か。無理だな。もういいよ。いや無理だな。ああだめだった。写れ,れてる。画面が写ってる。今写ってます

いや、沖縄はめっちゃ晴れてます。雨ではないですね。 ということで、引き続きピーチキャスルのかり、お楽しみください。はーい、お願いしますはい。何かメールとか来てますか。はい、来てませんね。また。まはい,はい、えー、ちょっといろいろツイーキャスで、ね。では,は,はい、はい、えー、は、え、い、ー。ツイッターでもヒーローちゃん。さん、はい、からの投稿ですね。いすはい、ありがとうございます。さあ、ツイキャスはお二人のアカペラを聞くのねと。<laughs> ああ、そうですね。ね ねえ音楽はちょっとねそう追求するちょっと音楽流せないツイッターでもヒーローちゃんさんからの投稿ですでも RC 熱いよってどういうことですか鉄筋コンクリート構造ですねいやわ RC いからんかったよや RC 構造というのは多分 RC って言ったら RC サクセションだろいや違ったんかそれいやそれこそお前なんかそれっていうのがバカじゃないのお前ええ何それ RC って言ったら RC サクセションだよいやサクセションって何めっちゃ今を清志郎の昔のバンドでしょああそう いや RC って言ったら鉄筋コンクリート構造でしょいや分かるかや RC って言ったらまあんだわばはいはいはい RC も熱よってそして Twitter ネームたまさんからの投稿ありがとうございます窓にヤモリたってさっきあの CM 中に窓の外を太陽にした時ですかね綺麗だったんで。 ツイッターネームアスカさんから投稿ですありがとうございます,、はい、いますお盆沖縄行き決定しましたカ、はい、月かお,お化け屋敷には絶対行きますありがとうございます今年のお盆っていつですか8月ですかねああぜひともね単独ライブとかがあるときに遊びに来てほです<ー><う>8月にあるかもしれませんからねおいいですね、えー、ぜひぜひカ月来てください、えー、ツイッターネームヒーロちゃんさんからの投稿ですね、はい、少年のような二人にキュンキュンということで毎週がいきなりなんか大声出すから。なんかな思ったやつは ゃなんかめっちゃ晴れて夕日が綺麗なあのまん丸の夕日を見れるかなと思ってちょっと興奮が先出したけれどもことごとく全部キーに邪魔されたっていあ,あのキーよやマジでそしてツイッターでもヒーローちゃんさんからしゃぶしゃぶ食べてくるまたぬーんツイッターろばよろしくぬーんってな何ですか分からないよ

さあということで始まりました全力トークのコーナーですはい。コーナーはテーマを設けましてそのテーマに沿ってトークをしていこうという超絶シンプルなコーナーとなっておりますそして今週は、えー、番組冒頭でも言いましたおもちゃということで、はい、おもちゃに関することを、えー、皆さんでトークしていきましょうよろしくお願いしますおもちゃなもうずっと色褪せることないこの子供たちのアイテムですけども <laughs> もう…昔どんなおもちゃ遊んでた何ですかねなんか俺お前がおもちゃで遊んでる意味全然ないさマジでだからあんまりそんなおもちゃっていうおもちゃゲームはやってましたあーゲームはやってたなあれわかる何ゴムボールを買いに行ったのえ駄菓子屋にああスーパーゴムボールそう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  あの時もめっちゃ思い出に残ってるやつ、本当に。全部覚えてる。あの時の場面とこの行動とかも。マジでいってるマジでいってる。そのぐらい強い衝撃がある。あのー、ゴムボールって、あれスーパーボールってそ<う>、くじ引いてから、何番何番って言ってたいな であれが小学校かぐらいに生えてたんだよな、<う>で会いに行こうぜってなったら途中で死におな痛くなって、俺が。ああ、覚えてる、もう引くぐらいお腹痛くなって、っでお前が大丈夫かトイレした方がいいやんにーって言って、やったオーバーの食堂のぽぅぽぅ行ってああったで、トイレしれって言って、もう全然、踏ん張っても踏ん張っても出ないから、<ー>ちょっとオバら、多分トイレじゃないやつこれ、あ<ー>お腹か痛いって。<laughs> 途中で引き返して <laughs> <laughs> そしたらやったおかが途中で出会ったんだよなブー,ーンってなんかセダンかなんかの車の線とか分からんけど横付けして <laughs> <ー>「<laughs> 大丈夫ねなんでね顔色悪いけど」ってなって「<laughs> ちょっとお腹が痛いんですよ」ってなってお家まで送ってもらって病院行ったらもう盲腸だったっていうあ<ー>あれをめっちゃ覚えてる本当に救急車乗ったっけ多分乗ってないないや救急車乗ってない乗ってないな<ー>乗ってないやそそのままおかに送ってもらったんだ<あー> <laughs> で初めて車いすに乗ったんだ病院で盲腸で盲腸であの時お前正直だよお腹痛いの嘘だろっていう顔してただろいやしてんよや早くスーパーボールを買いに行きたいが買いに行きたかった買いに行きたかったけどもなんだろこいつはみたいなそれよりかお母がブワーって車で来たのには怖さを感じる何だったかなまたお母が乗ってた車あれ 松田のセダンでちょっと昔 A じゃなかった A からつくやつこれ今検索できるのかなツダの昔の A がつくセダンアクセラっていうアクセラじゃないだからアルファベットの A なんだろうアコードなんだろうアルオスじゃなくてむずいそれは分かんないなんだろう ああまあまあまあ <laughs> めっちゃ気になるやつさ調べようスタッフさんも調べてくれてる <laughs> 松田のアルファベットの A から始まる車ああお前が言ってやっぱ一番最初にアクセラねうんアクセラアンフィニじゃないかな違うアンフィニじゃないかアンフィニじゃないんだお前見たら分かるかああこれじゃないななあ俺なんかお母さんが乗ってた今あの、うん、ああこれじゃん あっぽいかもしれないマジっぽいやにあこれやんにこれだこれマツダのアンフィニアンフィニマツダのアンフィニしかも黒黒だった黒黒黒黒黒あこれやんにこれ死に嫌なったやつさん味でじゃあ俺休み休み歩いててうずくまったりとかしてたし俺お前なんかか引きに来てるかなと思うくらい寄せてきてたから死に早かったちょっと ブーンってじゃあまじ死にアクセル踏むばよなアニ兄アニって言うなよお母のことアニって言うなよモニカややばいぜマジで本当にな今も喧嘩してるからマジ嫌やさもう一生お前ら喧嘩しとくんだはずや一生な一生よ本当にマジ一生もうなんだわたまにはご飯でも食いに行けなんか イラつくからいいアウフィニーの話じゃないおもちゃの話なんだおもちゃそうそうそう最近のおもちゃってめっちゃ進化してるなと思ったわけよだってほらドローンがあるでしょドローンが出た時もめっちゃ感動しなかったドローンだでもあれおもちゃじゃないだろまあでもおもちゃじゃないけどんていうの撮影とかやってるけどあれ今もこのトイザラスとか行くともうドローン的なものはもうめっちゃ置かれてるわけよ ほうもう怖うかったな。ほうほうほうはあちょっと待ってください、はいあの。先ほどリスナーさんから来た、<laughs> あの九州地方の豪雨の状況の写真を、ちょっとメールで送ってくれたんですけど、<laughs> ちょっと待ってください。これは何ですかいや、すごいや、マジで駅、雨も、え雨漏りってか、いや、違う違う、壊れてるさ。も<う>なあ雨、雨の重みなのかな、もう。いや、もうこの人濡れ、濡れてるでしょ、絶対にもう。 大丈夫か？こは今もこの状況なのかな。そしてさっき間違って他局の沖縄のラジオ局に全く同じやつ送ってしまう。いやマジで危険ですよ。危険ですね。タヌヤがあってなる。なんかこのこの雨はってなりますからね。はいはいはいあるああこういう状況ですね。今はいすごくないですか。見えにくいかなちょっとだけもうちょい話した方がいいかもね。 ああでもまあまあまあもうこのこの線みたいなつららみたいになってるのがあるじゃないですか皆さんそれが全部雨です、うんうん、ぶっ壊れてる構内ですね駅構内屋根がすごいなめっちゃ怖いわ,わわ。怖いねありがとうございます本当にはいはいはいえー、おもちゃですよおもちゃえっお前最近このおもちゃ屋さんとか行ってないだろういや行かないたまに行ってみめっちゃ感動すると思いまいた なでもう俺らの時代には、うん、なかったようなものがもう溢れてるというと、あのーまあ、ちょっと一昔前ですけどなんていうの手にくっつかない砂粘土っていうのかな何何ななそれなんかギュッて固めたらそのまま固まるわけよ、うん、でも30秒ぐらいしたらまたはにゃーんって戻るわけでも手にはくっつかないわけよさらさらしてギュッてやったらこう 固まるけど30秒かふにゃーんってなるわけよ。はなんていうの、うん、なんかちょすごい粘土があるわ。マジなそう、俺たちっっあの白いはんぺんみたいな紙粘土ってやし、<あ> <laughs> もうなんか、あったな、懐かしいな、水をちょっとずつ足して固くしていくとか、もうああいうのじゃないわけよ、もう粘土が。 色とか入れてな色とか入れて恐竜とか変な誰が使うか分からんコップとか作っ,ってたけどあ<ー>もうあんなんじゃないわけよもうなんかもう柔らかいもう粘土自体がだから何,何,何とでも作れるわけよいやでも固まらんやしそう固まらないだからなんていうのでもなんていうのだから色々作れるっていうこの一瞬で衝撃をどん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 与えていったら一応崩れないば、はい崩れそうになったらなんかちょっとトントンって叩いてるとかしたらそのまま固まってる状態とかなるほどなめっちゃ高いけどこんぐらいで なんか、2000円とか。高っ !2000 円とか1500円とか。で、なんかその粘土デラックスっていうのがあって5000円ぐらいだったかな。それでももう、そんな量は入ってないけど。技術量が高いのかなっていうぐらい。技術量って。技術量が。<laughs> もう、すごいよ、ね、ほに。鉄筋屋か鉄筋屋で。技術、技術量。<laughs> <術量 S 1> えー、ーそうなんだおもちゃな。おもちゃ。おもちゃ で今、うん、あのー、ベイブレードうもうまた人気がベイブレードって何だったの,あ,のあれよベーゴマのあのブイーンって引っ張ってからあったなーピシンピシンピシンってこの範囲でこうやってあったなあベーゴマベーゴマね多分回せるかもしれない昔やってたよな多分なやってなかったっけいやベーゴマではあれ そうそうそうあのあれ相当難しくなかったっけなんか巻いて巻いてえ小学校の頃がなかなだって俺小学校の時これ回そうだしピーン投げたらもう、うん、そのまま回らんくてかそのまま飛んでいってかガラス割ってしまったもん、ね、<laughs> ピャーンっつってから <laughs> あれであできないのかよなんかできそうだけど思いっきりピョンってあれはだってこ普通の駒はねあ鉄碁駒とかあ,あったあった,あった円盤碁駒とかあったあった鉄碁駒俺砂鉄碁駒持ってたもんなんかそれ砂鉄碁駒円盤碁駒があるだろう ああるある円盤ごま <うん S 2> 形は円盤ごまばようんうんそれの材料が砂鉄ばよえ砂鉄超か重いわよ比重がうわっ高かったけどちょっと高そうだなあとビーダマンとかもなビーダ懐マンな懐かしいデジモンとかやってたいや <laughs> デジモン <laughs> いやいやいや今の子たちって何して遊ぶのじゃあなあ もだって俺なんかが小学校の時ってこれめちゃくちゃちっちゃい頃の話だろだからうんじゃたまごっちとかが薄まさはやったさあ<ー>今だからそういう流行りのゲームとかあんのかなと思ってあれとかじゃないだからああの何、ー、だっけマジギャザじゃなくて<笑><笑>いや遊技王違うえヴ、ー、ァンガード違うさカードゲーム昔小学校のぐらいの流行ってーやってたんし何何

懐かしいねえそして <laughs>、えー、メッセージが来ておりますラジオネーム、はい、沖縄コンビニセンターさんからですねありがとうございますピーチキャッスル様こんばんはこんばんは,んばんはお二人様の映像を見たら無口でスマホのモンストをやってますがお二人様は仲がいいのですね、うん、強力プレイですよね 推進ごめんなさい私、モンストのゲームをしたことがないので、協力プレイができるのかかわらないもうやめなさったことないのに、なんで急にモンストの話を出してきた、今、沖縄コンビニセンターさんも毎回ね、投稿してくれるありがたい方なんですけど、リスナーさんなんですけれども、毎回、俺らが何々してるんですよって予測で話しかけてくるんですよ、毎回。 ねえ、ね、はいほんとに一回つむつむにめちゃくちゃはますハマりましたけどつむつむもうやってないですね <laughs> そうだなもうデイジーモンとか今の子だから <laughs> ザ・ミラクル・オブ・ザ・ゾーンとか懐かしいない今の子たちはどういうゲームをしてるんですかやってんのかな、はあまあ、全部携帯なのかなやっぱもう今の時代携帯なもうスマホでアプリができる時代だからだからもう今の子たちって もうあれがないんだろあの文化が<何>友達の家に行ってなんとか遊ぼうっていうのがないんじゃんもしかしたら <laughs> おめっちゃ言ってたけどな「<laughs> ゆうき遊ぼう」とかやめろ <laughs> いや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 ,いやえ絶対わかるでしょその世代的にはああなるほどなだけどもう今もう好きやったら言うやんに言うかや言わないかなメールとか <laughs> なんかじゃないか 小学校低学年でみんな持ってないでしょ、まだ。持ってないかよ。さすがに。う<ー>ん。そしてツイッターでもレオナさんからの投稿ですね。ありがとうございます。昔、虫キングのカードゲームしてました。虫キング何それ虫キングってあれじゃないあのーゲームセンターとかにあったやつじゃないああ、あったな。 あのー、多分100円かあったねなんか強くなっていくみたいな,なカードが出てきてそれをスキャンするやつじゃなああはいはいはい、はい、スキャンするカードゲームもめっちゃ画期的だったけどなサッカーとかも今あるさ野球とかでもまあスキャンっていうよりかは、まあ、究極ってさ古いとか新しいとかじゃないけどさ、うん、やっぱカードゲームは人との対戦がさはいはいはいまあ醍醐味っていうかそうそうそうまあみんなやっぱ今オンラインで遊んでんじゃないか遊んでんだな <あ>ちょっと寂しいな <laughs> 昔のおもちゃ屋さんに行ってみんなだって俺モンスターハンターパソコンでやってた時とかモンハンめっちゃレベル高いなっていうやつとかいるわけよ、まあ、レベル100超えたらある程度なんかできるみたいな、うん、はいはいはいでも、まあ、レベル500とかいったらもうやばいよレベル999、うん、あのー、あれがあるんですけどうん、うん、もう俺がレベル780とかだったかな めちゃくちゃやってためちゃくちゃ2年ぐらい毎日やってた2年ぐらいうっすまさやってるやつめちゃくちゃ毎日やってて、ねうん、俺もう本当にマジ常連でいろいろやってたけど、うん、レベル同じ700ぐらいのやつでこうチャットしながらこういうふうにやろうって言ってて、うん、でもこの動きとか攻撃とかできるし、うん、持ってる武器も強いのに、うん、チャットの言葉だけが拙い場<ー>ないばよんかな思ったら小学校4年生ですとか、うん マジでなみたいな。夜中の2時度。いや、すぐやめてよ、や、そいつと一緒にプレイするの。そうだよな。なんか嫌だもんな。んか悪影響というか。そうそうそう。え小学生が夜中の2時までオンラインゲームとかやるわけああ。うわあらもうきつい。えそして今ですね、おもちゃのプロが選んだ2015年売り切れ注意ベスト50というのが。去年ですね。はい。ありますね。7位。 フォーモード変形 DX ガンガンセイバーバンダイということで。なんじゃそりゃもう名前がもう。すごいね、い10。えー、ーいっぱいありますよ。男なら仮面ライダーに妖怪ウォッチということで。ああ、確かにな。1>, 1位ですね、変身ベルト、うん、デラックスゴーストドライバー。ああ、これ仮面ライダーゴーストのやつですね。あ<ー>あ<ー>。いっぱいありますよ。だってこんな変身ベルトなトップ3が、うん、メカアクション自動車工場宝ー2位が B18。 ベイブレード VS 対戦セット。やっぱベイブレード来てます、ね。で、1位が変身ベルトデラックスゴーストドライバー。はい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 ,はい、はいうんあ。やっぱ変身シリーズとかが多いのかなすごいなで、仮面ライダーと戦隊物は男の子おもちゃの土定番。うん、特に秋から新番組が始まる仮面ライダーは目,目当たらしさもあり、うん、クリスマスに向けて子供の欲しい気持ちが加速していきますと。あー、俺もね、<ー>買ったなー でも今のこの変身ベルトみたいにこんなきらびやかで豪華な感じじゃなかったけどな<ん>あのー、上の方についてるボタンを自力でこううなんていうの押した分だけ回るっていうかあらららって音が鳴るようなよなじゃないよ赤と白のオズ巻きがこうそして<ー>先ほどのツイッターネーム、はい、虫キングをやっていたレオナさんですねはい、はい、そのカードを弟にハサみでズタズタにされました。<laughs> 何もこの兄弟の分かるな俺なんかいもうとまあデイジョ俺なんかの古い話だけどゴムボールさっき話出たやし俺なんかいもうとこれこれぐらいのゴムボールちっちゃいんだけど飲んでたやつさいや何でや飲むなやあの「坊や鉄」に出てくる「蛇腹三味線の衆」みたいな「坊や鉄」のマージャン漫画があるんだけどそいつにこのそいつマージャン打ちながらゆで卵飲むコクみたいに。 わか, <laughs> かるかよ、マジでこの。このツイキャスの層から、ボうやてつのジャパロとか,かい、いや、ぼうやてつ見てるやついるかもしれんよ、マジで、えー。そしてツイッターでもあすかさんから、はい、あれです。DS とかはしてました、小さい頃はタマウォッチで遊んでましたということで。あじゃあまあまあまあ、DS ね。タマウォッチですね。なんか、ゲーム欲しいけどな。<ー>だって、あの、ちゃうちゃ 前一回携帯でみんなでモンスターハンターやったさ 2G だけあれ結構面白かったばで今この iPhone をアップデートしてそのソフトが対応できてなくて廃止だったばあれだからよくスリムクラブの前田さんとかもゲーム好きだ DS 持っててよくなんかやってるから俺みんなでやりたいなと思ってまずは PSP もらわないといけないから PSP を買わないといけないまず。 PSP か。わからんよ。これ今日閲覧数が八名見てくれてますから。あ,ありがとうございます。八人の方にもしかした、九名もしかしたら、うん、問いかけたらマイショロさんに PSP が届くかもしれませんよ。ありですね。<laughs> <laughs> 皆さん、ピーチキャッストは PSP をお待ちしております。いや、僕はそんなですよ。いやいい。あいやいいじゃない。やめろマキセット巻き込むな。巻き込むな。 <laughs> へそしてツイッターネーム三日月さんからの投稿ですねありがとうございます、はい、こんばんは東原さん前城さん小4の息子はマインクラフトをプレステマインクラフトって何ですかそうさだからみんなゲームなのよねやっぱゲームかはあ <laughs> 遊ぼうもっと外で水鉄砲とか<は>小学校4年生だったらもう尻にでっかい水鉄砲とかもらったらいい死に喜ぶんじゃないわ いやもう今のことは喜ばないよもうゲームか、うん、もう俺ローラーブレードもらって喜んでたから <laughs> <laughs> 分かるやつさ俺ももらったやつさ <laughs> ローラーブレードあの縦のやつなローラースケートじゃなくてタイヤが縦に並んでるやつくるんって回転して止まるのがかっこいいみたいな <laughs> かっこいいあったあったもう俺めちゃくちゃでっかい急斜面の坂でやそ,れそれやったから、うん、本当によ、まあ、な,なんていうのかなこの 体操の白井みたいなグルルンって白井っていう技あるね斜めになんか2回転ぐらいする斜めじっくりいないさらっていう状態になったことありますけどねえじゃあ今プレステって言ったらやっぱこのあれじゃないもう俺プレステがどこまで種類が出てるかももう分からんやプレステはやっぱりこのウイニングイレブンでしょああ俺 デイジー苦手やつさ。なんでよ。ウィイレはもう上手<ー>くならないし、分かってないね。もうイライラするし、全然分かってないね。あとファールとかずーっと <laughs> オフサイドとか <laughs> もう <laughs> あ今のオフサイドですねとかなんか解説がいやだからおから飯うずう。ガル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 ,ル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 。 で、あの、ウィーレのもう映像とか、やばいよな。やばい。今とかやばいよ、多分マジでやばいよな。あ,あ,あと、バイオハザードもやばいのだから、今。ああ、見たことない。今もう、バイオハザード、多分新しいのが、あの、体験漫画なんかで今、ムービーが出てんだ。ああこの、前までなんかこの、俯瞰で見てたさ。ああ、見た。キャラクター上から見て、なんかずっと壁にしりしりとか歩いてたとか、ああじゃなくて今もう、この、してんばよ。おうおこ,うこう、こう、自分がいるような感じ。ほ本当になんか、 なんかお化け屋敷に潜入してるような感じだ。はっ、怖っ。で、しかも、死にディアルバ怖い、怖い怖、い怖い。えー、今、新しいの、えっ、プレステ VR、バーチャルリアリティ、何それ、プレステ4専用、はいあのー、え、やばっ、お金を。あはぁ<ー>、空が上向く、はい、で下向いたら地面見える。 それゲームに勝てんな <laughs> いくらいくらすんのやばすごいプレステ VR バーチャルリアリティーボンバーマンやれ <laughs> ボンバーマンそれから筆記用具に噛みつきばあちゃんちゃんとかましとけも <laughs> ずーっとる金の噛みつきばあちゃんにええ 先週の土曜日に予約開始されたらしいわけよう今ああすですいくらなの？のあ,あま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 あそれぐらいかはああ,あ,あ,あいいんじゃんでもそのメガネだけで4万ってことですか <laughs> でもプレステ4はみんな持ってるから別にはあ,あでも対応してないソフトとか万能あるんじゃないまだああ多分なそれが多分もしかしたらバイオハザードなんじゃん ぽい。ポイだって動いてたのに、本当にこう、見れるってから。じゃあ、俺たちの昔で言うところの、電車でゴーの、あれが本当にあるみたいな。<laughs> <laughs> ごめんだけど、電車でゴールだよ。マジでつまらないです、あれ <laughs>。<laughs> ばっけや、お前、面白かったんだらあれ。全然面白くない、あれ。きーーっとかて止まってから。<laughs> デージー面白かったです。プス。ハ 分かりました。はい、さあということで全力トークは以上です。一旦 CM いきます。お願いしますいや大喜利終わったって俺結構1五段っていうの良さそうだけどな。 うんタイトル立てがえい,いんじゃなんか顔色死に悪く見えんまあ見えるなうん まあ一番最後のやつでもいいし、全、う、然、ん。さあ、ということで、はい、あっという間の1時間が経とうとしております。はい、えー、ありがとうございます。ちょい、ちょいということなので。まあいろいろありますけれどもね。 今日見ていただきまして、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとずつ毎週ね、閲覧数が増えまして、今日もね、0人を行ったり来たり。はい、ありがとうございます。これがまた20人に行けるようにね。うはい、そうですね、えー。頑張っていきたいなと思いますけれども。今日はね、しかも、うん、最後にしか話せないなと思ったけど。うん、何何?えー。ユーロの。ポルトガル戦もございますからね。あ、サッカー?。はい、ポルトガル対ハンガリー。何時?。えっと、十二時。 50分ぐらいからですね遅いな早い方よそういやこの前4時半どえそれお前見るの ?4 時半とかだから3時ぐらいから飲み始めたのよああ1時間前ぐらいいいぐらいですねって言って同期の初恋クロマニオの比嘉健吾と一緒にユーロ見ようっつってからいいてから寝とん 一、えー、時間で。あほ、えー。疲れてたんだ疲れさすがにやっぱ入ってそしてじゃあ、はい、告知を。はい。 えー、今週の、えー、6月の26日の日曜日夜の9時からですね、はいえー、ピーチキャストのトーク企画ライブ、ねほりはほりというのを開催いたします。はい。前よりが800円となっております。我々手売りケットまだ持ってますので。はい、前城さんがね、手売り、まあ。も全然売れてないんですよ。25枚手持ちで持ってますから持ってるんで、もう大変なことになりますは,はい。皆さんぜひね、今日ラジオ聞いてくれてる方は来てくれると思います、ねはい。はい。よろ,いよろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、ぜひぜひ遊びに来てください。はい。さあ、ということで、今週のピーチキャスト するの借りはここまでです。はい、お相手はピーチキャッスル前城翔と。ピーチキャッスる遠張りでした。また来週お会いしましょう。さよならー。バイバイ。バイ。バイありがとうございます。はい、ありがとうございます。